この海洋生物学科ですけども、何を学ぶ学科なのかということですけど、今日皆さんにお配りしてあるこの、冊子ですね、これの14ページ、15ページあたりを開いていただければと思うんですけど、そこに詳しく、書いてはありますけれども、この学科はですね、海洋系と、あと水産系の、カリキュラム構成で、極めて広範囲に海にまつわることを学ぶ学科である。で、今、僕がこの着ているこのちょっと黒っぽい T シャツですけど、これ実は、学科で作った T シャツで、今、背中にたくさん、いろんな海洋生物が書かれていると思うんですけど、ここら辺のものを扱うような感じで、非常に幅広く扱っているというふうにお考えいただければいいのかなと思います。で、まず分野にしましても、生命科学であるとか、資源生産、利用ですね。で、あと海洋環境と、かなり幅広く扱うということで、この学科、生物資源科学部という学部を見ていただくと、いろんな学科にこう分かれていますけども、我々の学科は、この水に関わることであれば、すべて扱うというような形で、研究対象にしている。で、そのフィールドもですね、湖沼とか河川の淡水域から磯で、浅海域から外洋、さらには深海まで専門にしている先生方がいる。で、その生物、対象の生物もですね、ここにプランクトンとか、ベントスというふうに書いてありますけども、もっと小さなバクテリアも扱っている先生がいますし、魚類から鯨類まで、非常に大きなものまで対象にしている。で、ここら辺の、ことをベースにしながら、水族館等での生物展示に関わることというのが、新たなこの学科の中に入ってきているというふうに考えていただければいいのかなと思います。で、そこに今、上が切れてしまっていますけれども、この海洋生物資源、海洋生物学科ですけれども、これと同じ絵が15ページにもあるかと思いますね。で、先ほどもご説明しましたように、この海洋生物のスペシャリストを目指すということで、そのフィールドが、浅海域から深海域まで幅広く。で、対象生物も小さなものから大きなものまで。非常に幅広く学んでもらうということと、これらを学ぶ際にですね、この海洋生物について現場で深く学べるということを売りにしております。で、例えばですね、我々の学科には静岡県の下田市に臨海実験場を持っているんですけども、今日、実はその実習中なんですよ。この下田の実習中なんですけども、臨海実験所で、この実習船に乗って、海洋観測をしたり、釣りをしてもらったり、などというような、生物採取ですね、をしてもらったりということをしております。現場でそれを行うということですね。で、2年生になりましても、学生実験の一環として、研究がありますので、そちらも取っていただけますし、その研究室によっては、この下田臨海実験場をかなり使うような研究室もあります。で、この左下の水族館ですけども、水族館の最前線を学べるとありますけども、1年生のうちから水族館論であるとか、あと海洋生物展示学という科目が入ってきます。で、2年生になりますと、この海洋生物展示学実習というものも開講されて、で、3年生になりますと、インターンシップというのに参加して、水族館なんかで、インターンシップ実習をさせてもらうことができます。このような形で、水族館希望者の子たちは、こういうインターンシップまでの過程を通して、水族館の現場で実際に学んで、水族館に就職していくというような子たちが多いのかなと思います。
で、この右下ですけども、海洋資源の有効活用法を探そうというふうに見せてありますけども、我々がその食べるために、養殖をしたり、それを食品として使ったりというだけではなくて、そういう海洋生物から有用物質を、見つけ出して、それを利用するというような研究もしております。あと、そこら辺のことを若い人たちに教えるという、高校の教員であったり、あるいは地方で働いて、そういうことに関わる人たちもいると。就職先としても非常に幅広いというふうに言えるかなと思います。はい、これちょっと上が切れちゃって申し訳ないんですけども、我々の学科のこのカリキュラムとしましては、他の大学と似てるかもしれませんけども、まず1年生入学してもらいましたら、一般教養として、一般教養を受けながら、社会で必要な基礎的なことを学ぶ。で、これと同時にですね、もう1年生のうちから専門科目、これ基礎的な部分からですけども、1年生のうちから専門科目を学び始めてもらいます。ここはちょっと珍しいのかなと思うんですけどね。で、2年生になりますと、専門科目が応用的な科目になってきて、それと同時に学生実験が開講されます。で、現在我々の学科は8研究室あるんですけども、その8つの研究室が全てがそれぞれ学生実験を開講します。で、全て取っていただくこともできますし、最低4つは取っているという話はしていますので、できるだけ多く取った方がいいのかなと思いますけども、学生実験を受ける。で、それまでの内容を学生さんたちが加味して、3年生の頭で研究室配属が行われます。で、3年生では、専門科目の応用的なことを学ぶと同時に、もう研究室に配属されていますので、その中で実習演習を通してその実際を学ぶ。で、4年生になりますと卒業研究が本格化して、で、同時に3年生から引き続き実習演習が行われて、で、社会に出るための準備をするというような流れになります。で、我々の学科でのその大きな考え方としましては、この下にあるように豊かな教養と総合的判断力を有して、海洋生物とか環境の保全と人類の豊かな生活の調和創造できるグローバル人材の養成を目指すというところが、我々の学科の、目標になるのかなと思います。で、こちらはですね、1年生、毎年1年生になりますと、オリエンテーションで、の一環として、クウェヌマ海岸でジビキ網をやってもらっているんです。これは去年、今年の様子を映したものですけども、クウェヌマでこのように網を引いて、で、いろんなものが取れるわけですね。で、これ今年は初めてですけど、非常に大きな、マダイが入っていました。で、みんなで、記念撮影をして、この後、新山島水族館の方に見学に行くというような流れですね。で、こちらはですね、下田に臨海実験所があると申しましたけども、静岡県の下田市ですね、もう伊豆半島の南端になりますけども、爪木崎というところに、我々の学部の下田臨海実験所があります。で、実はここ、国立公園に指定されてまして、この国立公園の中に臨海実験所があるというようなところです。非常に水のきれいなところですね。で、例年ですと3泊4日で、1年生の時に基礎実習という形で行ってもらうんですけども、今年はまだコロナ禍の影響がまだ少し残ってまして、現地の宿泊所がこの臨海実験であるんですけども、そこへの滞在人数をちょっと減らすという観点で、少し期間を短くして、で、何班にも分けて、実習を実施している
で、まあ、今まさに2班目が実習をやっているところですね。でここには実習船、船がありまして、この真ん中のがそうですけども、まあ、こういう、まあ、釣り船サイズの船ですけども、この船を使って沖釣りをしたり、あと海洋観測をしたり、であと、その臨海実験所の、目の前、非常にきれいな海ですので、そこで磯採取をして、その生物の観察をする。でこれは磯釣り、で釣れたものの釣果になりますかね。非常に多種多様な魚が釣れる。で、まあ、この我々の学科ですけども、実験とか実習とか、まあ、研究を通して、知識だけじゃなくて、さまざまな力を習得してもらうことができるかな。で、こちら左側の、写真ですけども、これは今回はちょっと皆さんお見せすることができないんですけども、まあ、我々のメインの建物の10号館というところがありますけども、そこの2階に、学生実験室があるんですね。そこでの学生実験の一コマですけども、これ2年生が受講する実験で、そこに3年生、4年生が TA、ティーチングアシスタントとしてついて、まあ、後輩に実験を教えるというようなこともしてもらっています。まあ、これで人に物を教えるということを学んでもらうということをしています。あと、まあ、先ほども少し申しましたけども、まあ、水族館の協力を得まして、インターンシップとして、受け入れていただいて、で現場で、水族館の方々と一緒に働いて、まあ、そのどんな仕事なのかということを体験してもらうということをしております。あと、まあ、我々 この新しい学科で取得できる資格ですけども、一番こう、まあ、これは勝手に僕が推している部分もあるんですけども、教員免許ですね。この中で教員になろうかなとかって思っている人もいますか？ないですか？多分、高校生、中学生、高校生だと、一番身近に感じられるこう仕事っていうんですかね、が学校の先生になるかなと思うんですけども、我々の学科ではですね、他の大学とほぼこれは同じだと思うんですけども、高校の理科の先生の免許、あと中学校の理科の先生の免許が取れます。ここまでは他の学校と一緒なんですけど、珍しいのは、この3番目の水産高校の、先生の免許が取れるんですね。でこれ全国で15から17校ぐらい、公立大学と合わせて15から17校ぐらいでこの水産高校の免許が取れるんですけども、私立大学でこの免許が取れるのは、この日本大学と、あと広島の方にある福山大学という大学だけなんですね。非常に、まあ、珍しいかな。で、実はですね、今学校の先生になるのも、教員採用試験をパスしなきゃいけないんで、それは結構大変なんですけど、あと、我々の学科で取れる資格として、食品分野に勤める子が多いんですけども、その際に役に立つ食品衛生責任者であるとか、あと授業の中でこの小型船舶操縦士免許というものが取得できる。でその他に任用資格、これは、まあ、この大学での単位を取って、でそういう関係の仕事に就くと発動する資格というふうにお考えいただければいいと思うんですけども、博物館とか水族館なんかで役に立つ、まあ、学芸員資格ですね。あと、飼料製造管理者とか食品衛生管理者などというような食品に関わるような資格を取ることができます。で、研究室ですけども、先ほども申しましたけれども、我々の学科には8つの研究室があります。で、まあ、多学科の場合には、ちょっとこの学部の中の学科体制が変わるということもあって、まあ、研究室の構成が少し変わるところもあるとは思うんですけども、まあ、我々の学科は今の海洋生物資源科学科というんですけど、それを少しアップグレードするだけになりますので、基本的に今ここに出ている研究室体制というのは変わりません。まあ、今までの積み重ねを利用して、研究室運営ができるのかなというふうに考えております。で、この研究室、それぞれの研究室に教員が
およそ2人ずつ張り付いているわけですけれども、その教員が何をやっているのかというのは、今日お配りしているこのガイドブックの17ページですね。こちらに各教員の、まあ、これあくまでメジャーな研究テーマというふうにお考えいただければと思うんですけども、それぞれの先生方の研究テーマについて書かれておりますので、そちらを見ていただくということと、で、まあ、我々の学科ですけども、まあ、卒業研究に力を入れている。で、左側の写真は、卒業研究発表会の様子ですけども、基本的に公開で行っています。で、毎年、1月末か2月の頭ぐらいに、10号館で、行っているんですけれども、ここで優秀な発表をした子たちが各研究室から選ばれて、これは本館の大ホールですね、400人ぐらい入る教室ですけれども、こちらで、コンペをやる。で、このコンペの名前が塚本賞というんですけども、この塚本賞というのは、まあ、うなぎで有名な塚本先生がこのコンペを提案されて始めたということもあって、まあ、このようなタイトルが付けられた。で、まあ、卒業生はさまざまな分野で活躍しているわけですけども、まあ、今日お呼びしている高校の先生、今回は水産高校の先生ですけども、高校の先生とか、あと水族館であると。で、まあ、こういった方々を毎年1年生の授業でお呼びして、でまあ、どんな仕事があるのか、どういう考え方でこの学生生活を送ったらいいのか、というようなことをお話ししていただいています。で、実は今年も今度の金曜日ですね、卒業生に来てもらって、お話しいただく予定になっています。で、その他に、まあ、我々のこの学科の中で毎年、大体ですけど、10% から 15% ほどの学生さんが大学院に進学します。これは、まあ、我々のこの日本大学だけじゃなくて、東京大学とか東京海洋大学なんかにも結構皆さん進学されます。で、今日このガイドブックの中の、51ページですかね、まあ、50、51ページで大学院についてちょっと書かれていますけども、その51ページの下側のところにこのお二方の写真が出ていると思うんですね。で、実は彼らはですね、博士課程、大学院の修士課程2年を終えて、今、博士課程の3年目、もうすぐ博士を取るという学生さんなんですけど、実はこの2人とも、まあ、我々の学科の、所属で、海洋の、子たちなんですけど、日本学術振興会の特別研究員というものを、しています。て、学生さんなんですけど、実は国からお給料をもらいながら研究をしているんですね。まあ、こんなような感じで、我々の学科は非常にこう、研究活動をアクティブにやるということが分かっていただけるのかなと思います。本学科の特徴をご紹介します。本学科は多様な専門性を持つ教員で構成されておりますので、カリキュラムもバラエティに富んでいます。座学に加え、実験、実習も充実しています。また、本学科の科目のみならず、他学部、他学科の科目も受講でき、それを卒業単位に組み込むことも可能です。このシステムは、多彩な学部、学科を有する日本大学の強みでもあります。それから、充実した研究環境。学内には総合研究所をはじめ、研究所が複数あります。そこに最先端の機器が導入されているので、卒業研究や大学院の研究で使用することが可能です。本学部の敷地は広大で、中に入ると農場や圃場もあるくらいですが、最寄り駅の睦会日大前の駅から近いという利点があります。首都圏にありながら駅地下で海洋を学ぶことができるのは本学ならではの強みであると自負しています。最後になりますが、8月のオープンキャンパスのお知らせです。8月は6日、7日の2日間で開催予定です。
詳細はホームページや学科 SNS からお知らせしますが、キャンパス内で教育研究の現場をご覧いただけるチャンスです。ぜひお越しください。